国鉄時1万5千経過車、国鉄時1万5千経過車、国鉄時1万5千型貨車は、日本国有鉄道、国鉄に在籍した他社、無害者である。本形式の元になった時重計、及び両形式からの改造による派生形式についても、本校で解説する。日中戦争の勃発に伴って増加する輸送量に対応するため、 1943年、昭和18年から150両、時重時159が製造された戦前では、最大の無害者である。車体は、床面積31.75メートル、127002500ミリメートル、容積66.6メートルで、側面は4枚の煽りと、313965ミリメートルで構成されていた。荷重は35トン。 石炭荷重では30トンである。この構造は同じく輸送量の増大を目的として、開発された虎2万系無害車の車体を2両分、繋げたものと言われている。大枠の構造は、長物車に準じており、また主要寸法も、同時期に登場した、チキ3000系長物車と同じで、つま板と煽り戸を外して、長物車としても運用することができるようになっていた。 そのため自動連結機は下作様式が使用されている。台車はアーチバー式の TR20 で資材節約のために短軸を使用している。戦時設計であったため老朽化が早く1970年、昭和45年度に形式消滅した。第二次世界大戦が終結してから3年後の1948年、昭和23年から1957年。 昭和32年にかけて5617両、時15000時2616が日本車両製造、新潟鉄工所等にて生産された。車体の基本的な設計は、戦術の時10型とほぼ同一だが全長は 200mm 延長されている。荷重は35トン、石炭荷重では30トンである。 大枠は時1万5000時19244の車両は、リベットと溶接の併用、1953年、昭和28年以降に製造された時19245時2万614の車両は、全溶接になっている。また、台車は、ベッテンドルフ式で時万、時1万5000時1万8199が TR、TR41、 時18,200時19245が TR41A、時19245時2614では TR41C を装備している。時15,000型は他形式への改造や、それ自体の配車が進んだほか、1966年、昭和41年に登場した後継車種の時25,000型と置き換わるなどの形で、 表舞台から姿を消し、1986年、昭和61年度をもって、形式消滅した。形式に変更を伴わない改造として、木材チップ輸送対応車がある。これは、煽りド・つま板の上部に、構成枠と金網を追設して、積載容積を拡大した車両で、トーマン型と同様、木材チップ輸送に用いられた。 改造による形式や番号の変更はない。九州地区を主として使用された。その他にも煽りと塔を撤去して、貨車移動機を輸送するのに使用を去る車両等が存在した。また、1960年、昭和35年に航空機のジェットエンジンを使用して除雪する案があり、このための施策を大宮工場において、時1万5000型を使っていった。 1952年、昭和27年に、時重計5両を、事業用電車、配給車に改造したもの。住友金属工業和歌山製鉄所で生産される、ステンレス鋼板及びインゴットの輸送を誘致するために、鉄鋼輸送用車として、1967年、昭和42年に24両、時に万線時に万線2 3が、国鉄高取工場で改めされた。 荷台に、鉄鋼コイルの受け台を5基儲けコイルを輸送する場合は、最大で5個、受け台の間にインゴットを積載することも可能で、その場合は4個までとなっている。煽りとは残されているので外見上はあまり主捨の時1万5000型と変わらない。受け台の分自長が増加したため荷重は33トンとなっている。1983年、昭和58年度に、 形式消滅。日本交換川崎製鉄所から出荷される熱煙コイル後半専用車として、1968年、昭和43年から1969年、昭和44年にかけて44両、時2万1100時2万1143が国鉄大宮工場で改造された。時2万1000型と異なり煽りとを撤去した床板状に、 鉄鋼コイルの受け台を5期設けられている。そのため荷重は35トンのままである。本形式は時2万1500形式とともに、潮浜三沢駅、現、川崎貨物駅から現駅の間で、コイル交換号として運用されるなど活躍した。また、日清製功暮れ製鉄所からの輸送に使用された時2万125時2万128はコイル受け台の構造が変更されていた。 1986年昭和61年度に形式消滅。日本交換福山製鉄所から出荷される熱塩コイル後半専用車として、1969年昭和44年から1970年昭和45年にかけて国鉄高砂工場で重量、時2万1200時2万1209が改造された。 コイルの受け台の構造は時に万千百型と同じだが霊園コイル後半の輸送も考慮して、煽り道の古紙車体上にホロワクが取り付けられている。荷重は33トン、1984年、昭和59年度に形式消滅。三菱化成、直越工場から出荷されるアルミシートスラブ専用車として、1969年、 昭和44年から1970年、昭和45年にかけて、国鉄ニーズ工場で7両、時2万1300時2万1306が改造された。煽りとはそのまま残され、積み荷の入ったパレットを固定する装置が、荷台上に5機設置されている。荷重は35トン、1982年、昭和57年度に、形式消滅。 時2100系時2125時2128の改良型として、1971年、昭和46年に8両、時21400時21407が、国鉄広島工場で改造された。小型のコイルを多く搭載するために、コイルの受け台が7機に増やされている。そのため荷重は34トンとなっている。 先代の時に万千百型と同じく、広島地区で使用された。1984年、昭和59年度に、形式消滅。霊園コイル後半専用として、1968年、昭和43年から1970年、昭和45年にかけて、国鉄高取工場及び国鉄大宮工場で31両。 時2万1500時2万1530が改造された。時2万1500型では受尊による積み荷の初サビを防ぐため4分割の多いを設けている。そのため荷重は33トンとなっている。コイルの受け台が5個のものと7個のものの2種類が存在した。落成時の配置は、君津駅、新日鉄君津、塩浜三沢駅、日本交換川崎、和歌山三沢駅、 住金和歌山だった。JR 貨物には時21,510時21,512の3両が承継され名古屋南貨物駅東三条駅でコイル輸送に使用された。最後まで残った時21,510時21,511の2両が2008年、平成20年に廃車となり形式消滅。大型板ガラス輸送用の車両で、1968年、 昭和43年に国鉄後藤工場で2両、時に万2 0 0 0時に万2 0 0 1が改造された。輸送するガラスのサイズ、6303240mm に合わせるため車体を 1.4m 延長し、車体中央に板ガラスの落とし込み穴と課題を設け、ガラスを立てた状態で輸送した。福知山鉄道管理局。 西舞鶴駅や千葉鉄道管理局に配置されていた。1982年、昭和57年度に、形式消滅。アインドロ港の輸送用として、1971年、昭和46年に、国鉄土崎工場で28両、時23,600時23,627が改造された。つま板や煽り戸は、積み荷の比重に合わせて、 低くして固定しない部を後半張りにしていい。また荷台の床面には水抜き用の穴が設けられた。運用は鉱山のある花岡駅及び小坂駅から清涼所のある秋田北港駅の間であった。1984年昭和59年に形式消滅した。ラワン材専用の物資別的豪華社として1969年 昭和44年から1970年、昭和45年にかけて、国鉄五島工場で、時1万5 0 0型から7用、地期1地期6が改造された。荷重は35トンで、通常の後半床の長物車と同じ構造であるが、輸送されるラワン材の長さに合わせて、種車の大枠の中央部が2メートル延長されて、全長1万6000メートルとなっている。 台車中心間距離は1万1700ミ、mm、リメートル、自長は16.9トンで、換算量数は空車1.6、積車4.0。主に境港チームや新寺の間で運用された。1977年、昭和52年度に、形式消滅。西淡田伊丹で輸送されるビレット、後編専用車の物資別的豪華車として、1967年、 昭和42年から1970年、昭和45年にかけて、国鉄若松工場で、時1万5000型から15両、月2900、月2914が改造された。車席の上では改造とされているが、車体は申請されており、流用されているのは台車のみである。床面上には、仕切りがあり、中に、鋼片を搭載する。 この仕切りは二役が要因になるよう外すことができるようになっていた。また、本形式は短弱物、長弱物のいずれも積載できるような仕切り構造とされていた。全長は 14,700mm、台車中心間距離は 9,900mm、時長は16.0トンで、換算量数は空車1.6、積車4.0、1982年、 昭和五十七年度に、形式消滅。一般的な長尺物、木材、交換、電柱等の輸送量の増加に対応するために、九百六十七年、昭和四十二年から九百六十九年、昭和四十四年にかけて、時一万五千型から百三十五両、四千五百0四千六百三十四が、改造制作された三十五トン積み半用長物車で、 ある。車席の上では改造とされているが車体は、申請されており重用されているのは台車のみである。車体の構造は、地規2700型に準じており、全長は 14700mm、台車中心間距離は 9900mm、ル、柵柱受けの数は片側12箇所である。時長は15.0トンで、換算量数は、空車点六、積車点零。 1975年、昭和50年に7両が地域4700系、地域4750地域4756に改造されている。1986年、昭和61年度に形式消滅。海上コンテナ輸送に対応した長物車として、1968年、昭和43年に、時1 5000型から100両。 チキ5000チキ5099が改造製作された35トン積み車である。初代チキ5000系、後に古キ5000型に改称とは別物。通常の長物車としても使用するため、片側12箇所の柵柱受けとともに、コンテナ金定金具が取り付けられており、M 型、S 型、ISO20 フィート30フィート40フィートを1個。 もしくは空の ISO20 フィートコンテナを2個、積載できた。全長は 14,700mm、台車中心間距離は 9,900mm である。次長は15.0トンで、換算量数は空車1.8、積車4.0。晩年は細部を改造し、米子鉄道管理局管内で、ラワン材輸送に使用された。 1986年、昭和61年度に、形式消滅。1974年、昭和49年に、氷山工場で一両が試作された、低床式ピギーバック輸送用車運車で、仮車体が時19,765の大枠を利用して製作されている。ロングレール輸送車における付随車である。それぞれ、穴掘り車や360。 骨材車や370、材料運搬車や380である。東海道新幹線の開業に先駆けて、レール踏み面の錆や汚れを落として、ATC の動作を確実にするために、1964年、昭和39年に、国鉄浜松工場で、時18,792から、大枠と、大車枠を流用して改造された。 車両の中央部に操作室と発電機を搭載した機械室があり、その両端には水タンクがある。台車間には4組の検索装置、両側で8個の砥石があり、これを空気圧でレールに押し付けた状態で、機関車牽引されて時速 40km で走行して検索する。開業後もレールの波状摩耗の検索に使用される。 予定だったが、レール作成者が導入されたため実際には使用されなかった。1979年、昭和54年度廃車。1950年、昭和25年4月に、一両、時110が三義鉄道二乗とされ、改造の上は線制1となった。その後1976年、昭和51年3月に廃車。 東武鉄道時一型や同和工業時一万五千、型が存在した。東武鉄道の時一型は、1960年、昭和35年から1971年、昭和46年にかけて229両、時一時229が製造された。後期型は煽りとが、プレス後半製となっており、後者は時に万五千二十にじているとも、 初期の車両も更新工事を行い交換されている。時には国鉄線内にも乗り入れていた。1991年、平成3年に、形式消滅。同和工業小坂鉄道の時1万5000型は、1962年、昭和37年に、時1万5 0 0 1時1万50003の3両、1966年、昭和41年から1968年、 昭和43年にかけて、時15004時15015の12両の計15両が本車両製造で製造された。同鉄道の小坂駅、花岡駅間で同性行の輸送に使用され、木製床の上あに後半を張っていた。1983年、昭和58年12月の花岡線、貨物輸送廃止に伴い3両、時15001、 1> 時15,010、時15,011が廃車となり、1984年、昭和59年3月31日付で10両、時15,02 0、時15,07 0、時15,09 0、時15,012、時15,013、時15,015が、片上鉄道に、肥料輸送用として席した。その後は2両を、時15,08、 1> 時15,014が残ったが、2005年、平成17年4月1日付で除籍された。時15,008が、小坂鉄道レールパークに保存されている。片上鉄道に移籍した重量のうち、時15,013が時1 5 0 1に、時15,012が時1 5 0 8に、時15,015が時15,012、廃盤され、 番号は時15001時15012揃えられた。同鉄道の鉱石輸送が終了により、1988年、昭和62年に8両が廃車となった。残り2両、時15003、時15007は1991年、平成3年7月の同線の廃止まで在籍した。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。